僭越ながら睡眠の邪魔をしに参りましたしかし本当に邪魔をするのは申し訳ないですね外の景色でも見て待ちましょう、うん、おやあちらにいい花園がなあ,あお目覚めになりましたかこれにて僕はお役御免となりましたのであちらの花園まで散歩に行って参ります 失礼朝ですよ新竜様と言ってすぐ起きるわけありませんよねそれにしても起きてすぐ目にされるのは僕のような冴えないものよりも見目麗しい方の方がいいのではと思うのですがそうですね 例えば真相の令状や美目秀麗な青年騎士なんてって神竜様いつから目覚めておられたのですか今日は神竜様と僕の組み合わせに向き合いましょうこの部屋で花園を見ることがかなわぬなら作り出せばよいのです僕は耳麗しい女騎士 僕は見め麗しい可憐な女騎士まあ神竜様おはようございますあすみません想像に入り込んでおりましたが自分の声が低くて我に返りました弟たちを起こしに来るよりも。 気分が高揚しますね。三人も兄弟がいると朝も大変でした。ですが、大抵はこの一言で解決です。早く起きないと朝ごはんを抜きにしますよ。おお、新竜様にも有効だったとは。これは勉強になりました。それでは。 思う存分朝食を堪能してきてくださいませ僕のこの予想は当たるはずです <laughs> 皆さんが順番に来られるということはここで待っていれば神竜様と皆さんの組み合わせが無限大に拝見できるということでは おはようございます。僕はすごいことに気が付きましたがずっとここで見張るのは不審ですので控えることにいたします家族への手紙にこのお越し当番のことも書いてきました気持ちのままに書けばいいとの助言通りにしたら。 神竜様の話が多くなってしまいましたよももしかして僕は神竜様のことどうやら僕は神竜様を弟たちに会わせたいと思っているのかもしれませんああその組み合わせはきっと和むでしょうね